の、no, 今回は受験にうまくいかなかった方からですね、まあ、相談もらってて、まあ、どうやって切り気持ちを切り替えたらいいですかとか、人生終わりすかねみたいなのがいろいろ来てたんですよね。まあ、それについてまとめてバッて答えていこうと思います。 で、まあ、去年も話してることですけどね、結論から言えば、どこに行くかっていう場所よりも、その行った場所で何を、何をするかのが何倍も大事じゃんっていうふうには思ってる人間です。ただ、あの、例えばね、じゃ高校受験を例えにしたときに A 高校と B 高校がありますと、で、みんながなんか夢を持ってるとか、その後の大学の進学実績とかわからないけど、こ、まあ、ういう進路に行きたくてこの高校に目指しましたってときに、A 高校じゃ80%でその夢が叶うとしましょう。そんなの、数字で表せないと思うけど、本当は。で、B 高校30%だとしましょう。 80%と30%ねの時に、まあ、こっち行きたかったわけですよで行けなかったわけですよでもこっちに行っても30%残ってるんですよね俺は思うんですけど別に30%って例えば数字出た時に過去のデータとかでしょそれはみんなが何かをして出てきたデータじゃなくて別に周りの他人が作ってきた実績とデータなんだよね自分関係ないしって思うんですよ俺はそれがもしちょっと特殊な例としてここに行かないともうその夢を目指す権利がなくなる っていうものがあるわけですよ。だから100、100%か0%って。その100%のところに行けなくって0、0%のところになっちゃいましただったら、また話が変わってくるとは思うんだけど。でも、多くはそうじゃないと思うんだよね、パターンとしては。で、まあ、自分が思うのは、まあ、自分が一番挫折をしたのはさ、就活なんですわ。一応、えっ、ー、と、高校受験も大学受験も <laughs>、前期とか全部前落ちてるんだけど、一応最後の最後でなんとか受かった人間だったから、自分は。そこは、まあ、挫折というか、 そうわーってなったけど、なんとかなった人間なのね。でも、就活は、本当に落ちまくったから、うん、うまくいかなくって。そう。だからまあ、それでも、30社ぐらいかな、受けて、で、1社取ってくれて、で、そこに就職したんで、まあ、就職はできましたけど、就職浪人はしてないので。でも、やっぱり、そこはすごい挫折だったし。でも,も、もちろん、入った、えっと、会社は、第一志望ではないから、自分はね。そう。でもさ、その、 行った場所で、もちろんその場所でね、行ってね、例えば、校風とかがさ、好きで、この大学で、この高校で勉強したかったなって思いが叶わないのは、もちろん、あると思うんだよ。あると思うけど、でも、その、じゃ学校に行って東、東大とかね、まあね、名前出したとあれなんだけどさ、有名な大学あるじゃないですか。有名大学行って、その有名な大学に行った人間が、全員、幸せになったかっていうか、その、充実してるかって言ったら、全くそんなことないからね。全くない。 なんか、学芸って、結構真面目な、真面目とか、大人しくて真面目な人が集まるってよく言われてて、まあ、実際そう思う。結構、ま、地味、悪ければ地味なんだけど、自分も含めて。でもね、すごいこう、落ち着いてるの。キャピキャピしてないというか、全体的に。そう、っていう、そういうなんか落ち着いた大学が好きだったんだけど。でも、だから真面目な人が集まるから、割とこう、なんだろう、周りからいい言葉を言われるんだけど、じゃあ実際蓋を開けてみたらどうかって、そんなことないからね。うん。 口、なんか言い方が悪いけど、いや、お前が教師なんのかよ、みたいな。普通にそういうか発想とは、なんだ、思考を持ってたりとか、生活の仕方をしてる人とかももちろんいたし。そう。だから、みんなが、じゃそのね、志望校行けなかったけど、じゃここに行くことになりましたって、じゃあそこで何をするのって。 結局、高校受験の、高校、まあ受験合格合格が出てきたけど、高校でその行くっていうのは3年間ここで過ごす権利を得ただけなんだよね。別に一生の誰かの権利じゃないし。たったの3年間で切れるんだよ、このチケットは。大学も4年間で基本的にチケットが切れるわけ。その3年間のチケットをゲットして、じゃそこで何をするかのがよっぽど大事なんだよね。3年後、18歳の時に卒業した時にどうなってたいのっていう。 みんなもちろん今は挫折だからさ、一個の。それはもう受からなかったっていう一個受け止めなきゃいけない。でもその受からなかったってことを受け止めることによって成長できる機会にはできるはずなんだよね。もちろん人生において挫折とかしない方がいいのかもしんない。よ辛いからね。いいのかもしれないけど、でも挫折っていうその一個の経験をもう、ああ、自分なんてクソだわ、やっぱりダメだわっていう風に持ってっちゃうのか、挫折っていう経験を、それをなんだろう。 じゃあ次どうすればそれ失敗しなかったのかなって次に生かしてやるよ何としてでもっていう風にプラスのエネルギーに持っていくかは自分次第だからねそんなだからその高校とか大学に進学した先でももちろん3年とかね長いよ長いそれなりに時間はあるけどでもその場所でどうなって何をしてどう自分をなんだろうこう磨いてって で、18歳になった時に、じゃあ、ま、ちょっと、たえ言い方が悪いけど、じゃあ、A 高校、自分が行きたかったんだけど、行けなかった。その高校で3年間過ごした子よりも、なんだろう、う人間としても、もちろんまあいろんな面でしても、あの女の方は女性としてもわかんないけど、いろんな面でいろんな経験をして、自分から動いていろんな経験をして、この子よりも充実さ3年間にしてやるよって。3年終わった時に、この子よりも上の段階にいてやるよ、私はって。 いうふうに思って過ごしたらいいんじゃないかなと思います。俺はね、でも自分はそうやってやってきたのでずっと。そう。人生挫折だらけだよ。本当に。特に社会人になってからだけどね、自分はね、いろいろあったんで。うん。だけど、まあそうやってやっていくことによって、人生、まあその出来事はいろんな捉え方、一個目不合格っていう、落ちましたっていう目しか見てないと思うんだけど、多面的に見なきゃ違う面を見たらいろんな発想が出てくるから。 ぜひね、まあ今はね、もっと落ちたばっかりでショックで、そういう風に見ちゃうと思うんだけど、徐々に徐々にそういう風に違う見方ができないかなって、違う捉え方ができないかなっていう風に考えていってもらえたら嬉しいかなと思います。